私が、なんで私が。いや本当にもうこんな幸せな、なんか今日本で一番幸せな気がしてゆめちゃんだよ。いや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 、休みな、休みますよ。こんなゆめちゃんに会えるな、やばいね。私たちが頼んだのは、ゆめちゃん何頼みました？チキンです。チキンです。グリル、チキングリルです。私は、サーモンのグリルです。このね、フレンチトーストがめちゃくちゃ美味しいんですよ。これ食べたことある？初めて来た。じゃあちょっと、じゃあゆめちゃん食べてもらおうかな。食レポ、突然の食レポ。めっちゃ食べてるよ。いや確かに、これね、やっぱお肉炒めるよね。確かにお肉ね。え、なんかさ、え、そうなの？力つけて。へえ、うん、美味しい。マジか。え、どうやって行くの明日？車で、自分で、うん、何時間？7時間。やば、7時間。一人、一人、一人で運転して行くの？休みたい。休、もう休んでいいかな。夢の運転手の方が必要じゃない？夢のマネージャーやりたい。ちょっと、じゃあママ一緒に夢ちゃんとさ、こう食べてるの。はい、このままね。じゃあ私食べるんで。はい、どうぞ。後で食べてください。はい。黙ってるから。どうぞ食べて。私は、なんか、わきわきすぎ。ちょっとね、育ちの、うん、柔らかい、美味しい、美味しい。ゆめちゃんと前食べたの沖縄だったじゃん。沖縄料理毎日食べてたから、ゆめちゃんといると沖縄料理しかなんか思い出せないもん。かわいい。なにこれ、かわいいんだけど。三味線の花。三味線の夢。あ、はい。おお。さあ。あ、はい。ハイビスカスドレッシング。ゆめちゃんの大好きな海ぶどうが来ました。最高ですね。かわいい、かわいい。関西か。なんだな。予想外。予想外。いやいやいや。なんならだってさ、1位だったじゃん。途中。1位だった。だって、速報見たときに、やばいみたいな。これはもうやばすぎる。つけたときちょうど1位だった。いやー、え、どういう気持ちだったの？もういけいけみたいな。楽しすぎて、何がその今までと違うかもしれない。ああ、何だろう、なんか、でも、あんまり世代の人が多いから、組み合わせとかにあるけど、メンバーね、確かに大事だよね。めっちゃギャラリーだね。こんなにそう、なんかギャラリーいた方が強い。うん、楽しい。前に撮りたくなるよ。前に撮りたくなる。すごいな。数字クラブから来てくれた。嬉しいですよ。また出てくださいってめっちゃ言われた。いやもう、ちょっとオフっていうか、落ち着いたら、今ちょっと忙しすぎる。あれだけど。なんかきっかけ動画を撮りたい。ゆめちゃんの連打から試合に行く様子を、もう絶対邪魔にならないところで撮るって。それもスムクラブ関係なくて。いやもう夢、夢、夢クラブ。夢をかけたところで、寝て食べて、寝て食べて。こいつまた食べてるよって感じだから。それがいいんだよな、そのゆめちゃんの。プロゴルファーなかなか
この雰囲気を出しながら試合に、なんだけどちゃんとこう真剣にやってる、ふわんとしながらその1球目を集中してる、それがもうファンにたまらないです、たまらないです。続いたらもうエルゴルファの対決、おこがますぎる。謎な。ありがとうございます。ありがとうございます。え、待て待て、さすがにさ、どういうこと？ハッピーバースデー、すずちゃん。私？待て、私？嘘でしょ？そう。こんなことある？ちょっと、ちょっと。え、待って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 。ちょっと、どういうことだ？え、ありがとうございます。嘘でしょ？ちょっとゆめちゃんから誕生日プレゼントいただいちゃったんですけど、ありがとうございます。いや、ゆめちゃんのデビュー戦おめでとうの会を開催したつもりが、まさかのダブルブッキング。ありがとうございます。ありがとうございます。何回見ても笑えるんだけど。これ並んでんの？え、並んで。え、どういうこと？え、言ったってこと？言った。びっくり、安田もさ、ゆめちゃんのプレゼントでって、え、来た来たと思った。え、2個あるから、なんでと思った。いやー、ありがとうございます。いや、まさかゆめちゃんからハッピーバースデーいただけるとは思わなかった。幸せ。知らなかった。うん、知らなかった。知るわけないじゃん。え、そう、うん、なんで電話して、ゆうちで予約してると思うんですけどって言って、プレートお願いしたいんですけどって言ったら、プレート先ほど言われた内容ではみたいに言われて、あ、それとは違うと思いますよ。あの、私はゆうちじゃないんですけど。そうでしょ。それは店員さんもびっくりだね。ハッピーだよ。ハッピー。ネタバレしてたやん、先に。そうなんだ。先にネタバレしてたじゃん。やばい。逆ドッキリだね。大失敗。やられたわ。待って、面白い展開すぎる。なんていい子なんだろう、この子。こんなさ、忙しいのにさ、すずの誕生日覚えてくれるだけで嬉しいのにさ。2ヶ月経ったんだけど。いや。まさかの。心からごめんだわ。これ逃したら会えないかも。いや、そうだよ。だから私も休んだ。会えないよ。わー、嬉しいな。なんかもう、なんでしょう。なんかもう本当に、もうさっきも言ったけど、今日本で一番幸せな人格がある。自信がある。本当ごめんなさい。日本中の皆さんごめんなさい。みんな幸せです。すいません。出場おめでとうございます。今決まります。今から移動するんですか？やばいって。今
5時になるよもう。いやだってないと思ってたもんね。ないと思ってて、明日大阪に移動する予定が、明日も連弾新潟で。やばい。え、こうやって決まるんだね。こうやって優勝していくんだよ。確かに。確かにこのバタバタ感がいいと思うよね。確かに、ま、終わったし、しかも東京に来たからその新潟までも行きやすいじゃんね。まだあの関西からよりは良かった良かった。まだ関西だ。いやゆめちゃんありがとう。いやまさかのまさかのダブル祝い、ダブル祝い。ケーキ3つだからね。いやこれはなか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 びっくり。いや楽しかった、楽しかった。もうあこっちじゃない、あこっちじゃない、あここに待ってるか、こういうやつ。では、私たちはこれから